おはようございます。すりこ TV です。本日紹介するルアーはこちら、レイドジャパンのヘッドスライドっていうことで、これ釣り具屋さんにねいっぱい並んでいたので、1袋買ってきてましたよ。レイドジャパンの、スイムジグっていうことでいいんですよね。いろんな色売ってたんですけども、この派手派手な感じのピンク色、これなんてカラーだろうな、ピンクトリックって感じでいいのかな。 5g のモデルですね、買ってきていました。でね、裏に説明なんかも書いてありますが、早速どんなものか見ていきたいと思います。開けてヘッドスライド、どういう意味だろう。はい、出てきました。こんな感じね。でちょっとこれ外しちゃいますね。はい、改めまして、フックむき出しの状態にしてこんな感じだよ。で頭はねパッケージの外からこう見えますけど、ここの結構ねワームキーパー部分ですね、ここまで肉厚に重りのこれがあって、だから水平を維持しやすくなるのかな。こっちの方までギューッとあって、で頭コンパクトシルエットで、デルタ形状、こう船のね底みたいな形状のこんな感じのねヒールみたいなのがあるね。で分かりやすくですね、この横に5ってねこう 5g だよってのが分かりやすい。そしてこのねガードが結構しっかりめですね。もちろんもうちょっと柔らかくしたら、抜けばいいのかと思うんですけど、最初の設定はね、おかっぱりとかでね対岸のブッシュ狙っていくってなると、ここがあんまり柔らかすぎるとちょっとした枝も乗り越えらんないよっていうことになっちゃいがちなんで、そういったところも見越してかちょっとね固めの、ガードがついております。で、裏にポイントが書いてあると思うんですけども、究極のすり抜けとウェイト前の役割を考慮し設計した対カバーヘッド形状、スイム姿勢の安定とアクションを追求したウェイトバランス、スイムジグの特性に合わせセッティングしたオリジナルシリコンラバー、しっかりワームをホールドしズレを防ぐワームキーパー、十分な強度と刺さり込みの速さを両立し追求し、やや細軸に仕上げたヘッドスライド専用特注平打ちテフロン加工30度アイフックね。これね針がすごいこだわってるんですね。でJBNBC 認定フックアイテムだよ、大会でも使えるよっていうようなことがこの後ろには書いております。いろんなねスイムジグあるんですけども、その中でこのアイテムに対してレイドジャパンこだわったところは針に結構こだわりがあるっていうことですね。確かにこういうごついやつだと針がもうちょっと太めなのかなっていう印象はあるんですけども、それに比べるとやや細軸ですよね。すんごい鋭さのテフロン加工のね針がついてますけども、でここの頭の角度は30度だよっていうことで、エグジグとかを作り出したねジグ系作らしたらの名手エグシュンさんがいますからね、そういったところでここら辺の針へのこだわりとか、あとは愛の角度のこだわりとかは加入前よりも加入した後の方がですね、各スモラバなんかもいろんなのね今出てますからね、すごいこだわりで作られてるんじゃないかなっていうことで、でこれに合わせたいルアーはやっぱこのフルスイングですよね。これ俺まだねこれ釣ったことないんですよね。いろいろね投げてる時間が少ないんですけども、ちょっとねオフセットフックでねかけて投げてるんですけど、結構このね素材が硬いからね針先俺出し切れてないのかなとか、そこまで本気食いさせられてないのかなっていうのがあって、でスイムジグにつけて使いたいなーなんてちょうど思っていて、他のメーカーのやつに組み合わせようかなと思ったら、なんかレイドジャパンからもうまんま専用みたいなの出てるんだと思ってですね、早速買ってきてみて、ノーシンカーだと結構ね重めの針を背負わせないとね結構硬硬めなんで、このねテールがね想定より動かなかったりすることがあるんですよね。それが多分このスイムジグにつければ、で針が若干こうむき出し気味のセッティングであれば、より使いやすいんじゃないかな。だからスイムジグのトレーラーにしたいなっていうタイミングでのこれね、釣り具屋さんで見つけたんで早速買ってみて、早速今つけちゃおうかななんていうふうに思いますがね。これね針はそんで細軸だから、ちょっと今までそう重さを針に確保するためにちょっと太軸の針ばっか使っていて、それもねせっかくバイトしてくれたのにフッキングに至らなかった要因かななんて思って、このナイスなバランスのような気がします。こんな感じ、色も派手派手毒々しい感じになってきましたが、あ、これ釣れそうだな。まあねこのセッティングでまあ使いどころは、自分なんかだと房総のリザーバーに行くことが多いんで、ひたすらオーバーハングの奥に、ね、スキッピングでパパパパーンって入れてね泳がして出してきてみようかななんていう風に、考えております。何にしてもねそのレイドジャパンでねこうね研ぎ澄まされたセッティングだと思いますので、まあ、この組み合わせでね、いろいろ投げ込んでみようかな。これからちょうど秋のシーズンなんかにね、広範囲に素早くサーチしていく時なんかに非常にね活躍してくれるんじゃないかなと思いますので、でここのシリコンラバーのところもねすごい特注だよって書いてあったんですけど、すごいね細くてふわふわふわーっとね、素材は全然違いますけど、それこそダッチの毛のような柔らかいね印象を持つ、そんなねラバースカートがね最初こう専用で作られたものがついておりますね。まあこうセッティングも出しやすかったので、この組み合わせねちょっと釣ってみてお気に入りの一本にしてみたいななんていう風に、考えております。というわけでね、本日の釣り子 TV はこちらレイドジャパンのですねヘッドスライドね、これの一番軽いサイズですね 5g、この他に 7g、9g、11g ってありますよ。自分はちょっと浅いところで使いたいなと思って 5g 買ってきてみました。というわけではい、釣り子 TV でした。